さあ、では引き続きですね、今度は494番ですけどもね。さあ、ここでね、まあ、答えね、あの、一人で料理したのかもしれない、何々だったかもしれないっていうことで、まあ、あの、マイトハブ PP ですよね。PP、何々したかもしれないね、マイトハブ PP。これが来まして、ケント might have cooked。 大丈夫ですか？ might have、 ここが cooked になるね。 might have cooked、 こうなりますね。なんですが、ここでちょっとまとめておきましょう。何をまとめるかっていうとですね、ジョハブ PP ってやつです。助動詞ハブ PP ね。はい、で、これが聞きますね。助動詞としてはマスト、それからそれからあ、待ってください。マストからキャンか、あ、もう一回ちょっとこれはここまでこうやると出るんですか？これ、わざと出してみよう。シート一覧に触れてるんですか？シート一覧？手で。手で触れちゃうんですか、今。へぇ、はい。can はね、can not の形で出てきます。ね、で、これ、might はまあメインでもいいんだけど、might の方が丁寧な感じになりまして、might がよく出てきますんで。ね、まあメイでも同じことあんま変わんないんだけどね。で、これが来てですね、この形で出てきます。 must have pp、 might have pp、 cannot have pp ね。はい、ここまでいいですか。で、あ、ちょっとシート使ってみようかね、これね。こっちよ、これこっちだっす。お、で、今のやつでね、マストの時、何々だったとか、はい、マストの時にはマストハブ PP、 何々だった、何々したに違いない、こうです。might have pp の時はですね、あるいは may have pp の時は、何々だった、何々したかもしれない。で、can not の時ですね、何々だった、何々したはずがないってきます。ですか？マストの時には何々だったに違いない、マイとあるいはメイの時には何々だった何々したかもしれない、ね、で、キャンノットの時はですね、何々だった何々したはずがないというになります。でね、これね、訳し方の一応注意するとこはここなんですね。ここが最初過去形になってますね。で、こっち側は現在形なんですね。ここ気をつけた方がいいですよ、あの、訳せっていう時ね。これ逆にすると、ね、多分アウトですね。何々するに違いなかった、ダメね。何々するかもしれなかった、何々するはずがなかった、何々であるはずがなかった、こっちを現在形にしてこっちを過去形にするとね、多分アウトですから、ここ気をつけてくださいね。あくまでもこれは今現在から過去を推測してるんだから、最後の最後は今私はそう思いますっていう現在の話ですから、何々したに違いないよって今思ってるよってことだからね。思ったんじゃないんで、今思ってるってこと、そこを勘違いしないでください。気をつけ、怖いんだこれ、訳すときね。はい、ということなんです。で、今出てきたのね、答えはですね、毎回人がこうはね、何々したかもしれないってことね。だから一人で料理したのかもしれないっていうことで、might have、まあ、may でもいいですよ。may have cooked というふうになります。はい。おっと。
これで2枚目が消えるの。1枚目に戻すと、わ、出てきた。これも消す。これ1枚2枚いっぺんに消すってことはできないですね。はい、よし、じゃあ次行きましょうか。400-95番でございまして、20年ぶりロイはですね、20年ぶりに妹に会った。まあ、いろいろ事情があったんでしょうね。なかなか会えなかったんですけど、20年ぶりに会ったということですけども、さあまず答えはですね、 for、 これは for the first time の for ですね。これですね、 for the first time、 これは生まれて初めてとかですね、初めてっていう時に for the first time というふうに言いますね。その for が入りまして、ここにですね、彼は初めて会った妹にっていうと、なんか変な感じしますね。初めて会うわけないじゃん、兄弟なんだから。年中会ってるはずだけど、初めて会ったって言うんです。でその後に次は in が来るんですけど、 in、今回20 years ですね。20年の中でってことです。だから今これ今の数でしょ。20年というのはこれ昔で、こっち昔ですが、昔から今、ま、この今のこの時までこう20年あるんですよ、今日まで、ね、でこの20年っていう中でってことですね。今日初めて1回目、ここで今日で1回目です。ということはこの前には会ってる、21年前には会ってるんですよ。ここでは会ってるんだけども、ここから先ずっと会ってない、会ってないで1回目が今日。これ20年の中で1回目が今日だから、20年ぶりってことに。なる、こういう変な考え方とか、まあ変じゃないんだ、慣れてないからね。うん、日本人のやらない発想をするわけです、英語ではね。この20年のスパンの中での1回目ってことなんですね。はい、ということで答えはこれですね。for ともう1個これ in ね。in 20 years ってことです。はい、で、これね、ちょっともうちょっと詳しくやっとこうかね。Roy met his sister for the first time in 20 years で、ね、これちょっとやっときたいんです、このね。これ慣れてないとね、このファースト関係でね、よく出てくるのこの3つの熟語なんですね。で、first time 生まれて初めてとか、今回初めてって時でしょ。で、at first というのは最初はグーでじゃんけんぽん、最初はねって時、最初会った時は at first、 最初は I think he is、cool、 彼かっこいいと思った。でもね、その後でなんてあるでしょ。その最初はねっていう時が at first ってことです、ね、それから first of all というのは、はい、じゃあ今日はまず初めにですねっていう時は first of all。これ慣れといた方がいいですよ。これいちいち考えて問題解いてると時間かかりますからね。でよく出るのがファースト関係でね、出る3つの熟語ってことね、覚えておいてくださいね。はい、それからね、もう一つね、これやっておきましょう。何々するのがね、今回初めてなんですってよく言うでしょ。例えばね、これね、でしょうかな。あ、じゃあ外人さん行きましょう。これ寿司食べるの初めてですね、言っておきですね。こうなんですけども、This is the first time。 これいいんですよ。今回が初めてです。で、何々するのが初めてっていう時ね、 that って書くね。で、that 何々するという初めてってことなんですけども、 that 点点点が寿司を食うということの1回目ですよってことなんですけど、ここね、っていうふうにここね、経験完了形でね、経験の完了形ですね。経験の意味になる現在完了形が来るんです。ね、This is the first time that I have eaten sushi っていうふうにね、言います。
はい、ここはね、まあ間違っても会話の時は間違ってもね、ファーストタイムいいと一寿司って言えば通じますけども、入試では特に正常作文とかではこういうとこね問題になりますんで気をつけてくださいね。はい、じゃあ次行きましょう。496番ですね。はい、そこの問題ですね。 Studying English is one なんとかで and teaching English is なんとかね、英語を、勉強すること、それと英語を教えることは全く別物です。で、こういう問題別物です、違いますっていう時ね、これ使ったら当然言えるんですよ。 Be different from、ね、勉強すること、英語を勉強すること is different from 勉強を教えることってやればそれでバッチリなんですが、これを使わせてくれないっていう時にね、このパターンなんです。あら、なんか字が汚いもんです。見える？アナザーだ、アナザー、もう一回書こう。ホワイトアナザー、こうね、ホワイトアナザー。さあ、これはねペケペケすることは一つのことです、ね、英語を勉強することは one thing、 一つのことです。で、もう一個勉強を教えるということは全くもう一つ別のことです。この加えてと全くってですね、加えて another でね、これはね加えてなくてもいいんだけど大体言います。普通は another だけでもいいんだけどね、もう一つのことです。で、全くもう一つのことです、ね、だからこっちの教えることと、あ、勉強する方だな、それと教えること違う、別物ですよっていう時にね使うわけですね、この構文ね。はい、ということで答えはですね、まず one thing の thing だね、これね、これ入れといてください。で、二つ目のカッコは quite ですね。で、もう一個最後は another ということです。はい、じゃあね、この問題よく見てね、 studying English が one thing で and teaching English is quite another のことなんだけど、書き換えましょう。さあ、形式主語の it を使って、はい、ちょっとやってみる。いい練習だよこれ。どっちも書けて読めることが大事です。さあ、できましたか。こうなりますね。まずそれは one thing、 一つ目ですって言うでしょ、ね、それって何よ。はい、出てきた、ね、それから and、ここまでね、教えること to、 あ、ごめん、勉強することね、 to study English は one thing だと言って、これ形式詞もこの it はここから to study English を指してるね。次、そして今度は教えることはもう一つ別のことですって言うんだけども、ここで少しは、それはもう一つ別のことです。それって何よ。今度は教えることでしょ。これなんですが、これでもいいんだけどちょっとくどい、ここがくどいんです。もう言わなくたってもこの it is もうここにあるんだから、これはまず言いません、繰り返して。なんで it is one thing to study English and quite another to teach English というふうに言っちゃいますね。はい、この方が読みにくいと思うんだね、みんなね。はい、なんでこっちよく読めて書けるようにしとくといいと思います。はい、次行きましょうか。ですね、インドネシアの人口は日本の2倍ですってやつね、何々は何々の何倍ですってやつね。はい、まず答え言っちゃいましょう。ポピュレーションのインドネシア、ザポピュレーションオブ
インドネシアですね。インドネシア、伊豆、さあここはいろんなことが絡んでくるね。問題としては短いんだけども、いろんなことが詰まってます。はい、まずポピュレーション、人口ですね。ポピュラリティは人気ですね。ポピュレーションとポピュラリティ間違える人いますけど、ポピュレーションは人口ですね。はい、インドネシアの人口は、はい、TWICE っていうのはこれ分解するとまあたまに2 times っていう時もありますよ。2倍ってことです。 2 times 2倍です。さあ何の2倍なんでしょうかっていうところ見てください、ね、ここは2かけるってことですよ。人口は2かける、何の2かけるなのかっていうとこっちです。 as large as、ね、でこの large ってどこから来てるかっていうと、人口が多いっていう時に人口 many って言わないんですよ。人口 large って言うんです。人口はでかいって言うんです、ね、はい、いつもと同じ、はい、一発目の as は同じぐらいです。同じぐらいでかいんです。2つ目のアズは何何とですね。何と、はい、ザットと。ザットと同じぐらいでかいです。ですか？ザットって何？日本の人口です。同じ人口をもう一回書くとめんどくさいから言わないっていうことで、ここは人口です。これね。人口です。日本の人口と同じぐらいでかいって何ですか？よく考えてください。日本の人口と同じで1億人だったら1億人、2億人だったら2億人ってことで、要するにここは日本の人口と同じ数ってことです。いい？ここの部分ね、この部分ですよ。この部分なんですが、ここはこの部分は日本の人口と同じ数、要するに日本の人口ってことなんです。こんな回りくどい言い方するんです。もう一回いきますよ。日本のざっと人口、それと同じぐらいの大きさのもの、すなわち日本の人口です。それの2倍って言ってるんですよ。回りくどいく、これしょうがないです。これ本当にこう言うんですね。ガキンチョでも言います。で、これでインドネシアの人口は日本の人口 ×2 です。要するに日本の人口の倍です。あとはここ変えてね、3倍だったらここは3 times って言うんです。5倍だったら5 times っていうふうに言えばいいですね。半分だったら half っていうふうに言えばいいですね。でこれはこれやっただけじゃちょっとね、なかなか身につかないんで、ちょっと別の問題やってみましょう。まず例文書いてみますね。あ、これでしょうか。今一番重たいお相撲さんって何キロがあるんですかっけ。山本山か、山本山っていうお相撲さんが、じゃあ270キロがあるのかな、確かね。あーすと大体僕が60キロぐらいだから、4、まあ4倍にしときましょうかね。はい、He is 4倍重たい、私よりもって言うときでね。 He is まず4倍ですって言います。さあ次ね、さっきの発想でいきましょう。同じだけ重い誰と、私と、こうです。同じだけ重いよ私と、私と同じだけ重い、要するにここは私の体重ってことですね。ここね、私と同じだけ重いの4倍ってことだからね。これは要するに私の体重ですね。数学みたいね。本当これここだけは数学なんです、ね、私の体重、私と同じだけ重いの4倍です。彼は私の4倍重いってことです。こういうふうに言えるんですよ、ね、で応用問題がありまして、
私の体重って言ってんだからこの部分 as heavy as I っていう部分を消したよ。ただ単に my weight って言ってもいいです。He is four times my weight. He is four times my weight.、ね、これで私の体重かける4です。こういうふうに言っちゃってもいいですね。はい。そしたら、さっきのね、インドネシアは2倍です。日本の人口の 2倍ですということで、The population of Japan の2倍、Twice the population of Japan、Twice the population of Japan なんて言ってもいいんです。だんだんなんか英語っぽくなってきましたね。出るよ、長文とかもいろんなね、特に新聞記事みたいな、ああいうジャーナリスティックな話の時によく出てきますからね。さあ、じゃあそこはいいですか。じゃあ次行きましょう。498番ですね。49パース。さあ今度はですね、ここがポイントなんだけども、私と彼はですね、私とトムは向かい合ったってことですね。でトムが、壁に背を向けた状態でってことね。トムが顔を壁に背を向けた状態で私たちは向かい合いましたっていうことですね。はい、そうするとここですね、 With A ニョロニョロっていうね、あ、まず答え言っておきましょうか。答えはですね、そこがですね、with が来て、もう一つは、against ですね。こうですね。はい。で、ここがですね、こういうことになるんですね。with A、ニョロニョロっていうね、この有名な付帯状況ですね。A がニョロニョロの状態で、今回 A に当たるのがですね、それ見てみるとトムの背中ですね、トムズバック、トムの背中がアゲンストの状態で、アゲンストっていうのは背を向けてるっていう意味ですよ、前置詞ですけどね。はい、トムの背中が、壁に背を向けている状態でというふうになるんですね。はい、で、時間あとどのぐらいありますかね。あ、大丈夫かな。はい、じゃあちょっとやっておきましょう。 With A ニョロニョロね、これいつも前にもやったんですけど、やっぱり何回もね復習した方がいいんでやっておきましょう。ね、A がニョロニョロ、これ直訳でね、いつでもね A がニョロニョロの状態でってことですね。で、A は名詞だけですね。これ前もやりましたけど、A には名詞しか来ません。さっきはトムの背中っていう名詞だったけどね。日本が、こんな状態でとかね、言えます。とにかく名詞が来ます。で、ニョロニョロのとこが何でしたっけ？はい、今回、アゲンストって前置詞ですけどね。最初これは形容詞にしておくと。形容詞の場合があるでしょ？それから、今やった前置詞の場合がありますね。ニョロニョロですよ。ニョロニョロは、こうね、こんな状態でっていうとき、形容詞の状態で、前置詞の状態で、それから副詞の状態でってことね。それから、現在分詞の状態で、それから過去分詞の状態でってことね。これあります。はい。で、形容詞、前置詞、副詞、これ全部やって時間あるかな。あと5分ぐらいですね。じゃあ、また何かの機会に出てきた時にはね、詳しくやりますけど、今回はね、前置詞のアゲンストで、アゲンストの状態でってことでしょ？ね、これ前置詞ですけどね。前置詞。ね。で、何々に背を向けている状態でってことになりますね。壁に背を向けている状態でということになりますね。よし。じゃあ次行きましょうか。次は C、 これか、499番いきますね。はい、まず答えいきましょうか。何々するなら言いないやつね。
コニーがですね、私を見るや否や走って逃げたということですね。No sooner コースね、はい、答えがですね、このスナーとそれからザンですけど、ほら非角球があるからザン、ザンがあると非角球ってことね、 OK ですね。はい、でこれはですね、速さ比べです。スナーが速い遅いの速さ比べ、これこれよりも速い遅いって言ってるんですね。で、まずこっちがですが、 A のこっちがね、コニーが私を見るっていう速さですね。コニーが私を見るっていうのと、それからコニー、彼女が走って逃げるっていうのが速さ比べ、どっちが速いかっていうと少しも速くねって言ってるんです。要するに同時だってことです。どっちかがどっちかよりも速いか、そんなことはない、少しも速くね、同時だっていうふうに言ってるんです。この脳は少しもないなりじゃないよってことですね。はい、なのでコニーが私を見るっていうのとコニーが逃げ出すというのはほぼ同時だったよっていうことですから、コニーが私を見るとすぐにコニーは逃げ出した。でね、これね、たまに順番逆になっちゃって分からなくなっちゃうことあるんだけど、ね、これ一つコツがあります。このザンから先は意外なことが来るんです。コニーが私を見るってそんな意外じゃないですけど、あ、コニー、コニー、ああ逃げちゃったって、意外でしょ、びっくりするようなことがこの後ろに来るんです。それでね、内容で考えた方がいいよ。時間的なこと考えて、あれどっちがだっけな、どっちでもいいじゃんってなっちゃうからね、後ろにはびっくりするような意外なことが来るっていうのを覚えておいてちょうだい。そうするとね、間違いないからね。はい、で、スノースナーでしょ。で、これで、書き換えがですね、ちょっと紹介しておきましょうか。ハードリーってよくあるよね。これはほとんどやってなかったっていう意味ですけども、あるいはスケアスリーでもいいんだよね。これどっちもほとんどやってなかったってことです。で、コニーはほとんど見てなかったってことですね。私をほとんど見てなかったと、ね、いうことです。で、いつってことで、ここにですね、when あるいは before があります。この時はね、非角球じゃないからね、ザン来ないよ。ハードリー、スケアスリーの時には when か before です、ね、で、あともう同じなんだけどね、 she ran away でしょ、ちょっと書けなかったな、 she ran、 縦書きになっちゃいます she ran away、 彼女が走って逃げるよりも前に私のことはほとんど見てなかった、 見たかなと思ったらすぐ行っちゃったってことですね。で、ここも分かんなくなったら、要するにこれびっくりするような、驚くような、あれは逃げちゃったっていうね、それが後ろに来ると思ってください。そうすれば間違いないね。はい、じゃあ次行きましょう。500万いきます。ケントがパリに旅立って以来何の連絡もない、あるいは何の消息もない、消息不明だってことですね。はい、でですね、ここはポイントは消息不明っていうやつなんですけども、これね、誰々から連絡が来るってやつは here from です。で、 hereオブない、これは消息があるってことね。はい、なのでここね、答えですけども、 nothing、 ゼロのものが has been heard、 まず聞かれたってことですね。で、 from あるいは of を入れてくださいね。 nothing has been 時間との戦いです。ゆっくりやりすぎたね、Nothing。 何も聞かれていないってことですね。で、消息、連絡だったら from ですね、消息だったら of にしてるんです、ね、こっち連絡です。よいしょ、これ問題でした。終わり。
ね、さっきの授業で、最後の500番ですね。あれはちょっともう一回ゆっくりやっておきましょう。ちょっと焦っちゃいましたんでね。はい、500番ですが、ポイントね、これなんだよね。Here ね、で、Here from と何々っていうのと Here of 何々、この2つのね違いっていうのをここでね覚えてもらいたいですね。で、Here from っていうのはこっちですね、これは誰々から連絡ね、連絡があるってことです、ね、手紙が来るとかメールが来るとかね、電話かかってくるとか、そういうのが、Here from です。で、 Here over もうちょっと深刻で消息があるってことです。生きてるか死んでるかとかね、事故ったか事故ってないかとか、そういうですね、近況報告以上のちょっと深刻な生きてる死んでるが関わってくるようなですね、そういうですね消息まあ、じゃあ誰々のか、誰々の消息がある。消息があるってことです、ね、はい、でここもね、ケントがパリに立って以来、何の連絡もない、消息不明だ、まあ、両方書いてくれっていうことなんですね、はい、でこっちの両方使います。でどちらも受け身形にしましてですね、ここに Nothing is ね、これでいきましょう、はい、Nothing is heard from 何々っていうのと Nothing is heard of 何々、ね、これはゼロのことが彼から聞かれてるっていう直訳ね、受け身でしょ、 is heard でゼロでしょ、 Nothing、 ゼロのことが彼から聞かれてるってことで彼から連絡がないっていう言い方です、受け身系ね、はい、でこっちはさっき言った消息っていうことで、ゼロのことが、まあゼロの消息って考えればいいかな、ゼロの消息があるってことは消息がないと、ね、いうことです、はい、消息が、頼りがないんだったら Nothing is heard from 誰だね、Nothing is heard of 何々だったら、何々についての消息がゼロないと、ね、いうことになります。はい、ここまでよろしいですか。でここは、まあ、現在完了形になってます。っていうのは今ないっていうよりも昔から、ここだったらケントがパリに旅立ったっていうその時からずっとない状態が続いてると、ね、なのでここをいつだと今だけだけど、はず been にしとくと、昔から今日までっていうニュアンスが出ますから、進行、継続ですね。継続の意味になる、has been, nothing has been heard。ここがポイントです。ね、で、from にする、of にするっていうのは、ここね、連絡か消息かで区別すればいいということです。ね。